あ、流す曲で、あ、誰が流してるとかちょっと分かるようになってきたもん。うん、ああ、そうだね、うん。バラードで上がるんですよ、テンションが。寂しい失恋の歌とか聞いた方がやる気になるんで。あ、でもちょっと分かる。分かるでしょ？分かる分かる。そうそうそう、そういうの、俺は。でもたまにライブバージョンとか流してる時あるじゃん。ああ、あれは、まあ、やっぱライブバージョンにしかないさ、良さがあるからさ、それをちょっと聞きたいなと思って流してる。時期によって違うんですけど、感情とか。教えてよ。今は今。今。今なんだろうな。今は、最近よく聞いてんの、なんだろうな。負けず嫌いなイメージがあるっすけど、まあ、サッカー中とかも、講義別に人に対してこうガーガー言うタイプじゃなくて、じゃないとは思うんですけど、まあ、淡々とやってるイメージがあって。でもまあ、シュートとか、シュート練習とかしてても、なんだろう、入んない時とか、枠外しちゃった時もすごい、なんか、悔しがってる姿を見てるから。結構最近、練習後とかもう毎日シュート打ったりしてるんで、なんかそういう場面に出くわしますね、結構。俺は決めたりしたら喜ぶんで。うん、それがなおさらね。そう、それで多分スイッチ入って、みたいな。そうそうそう。いや、もう、この間のまたそれも同期会なんですけど、話になっちゃうんですけど。みんな話してたわ、自分のこと。大体、結婚不適合者が多いんですよ、その同期ね。だけど、まあ、後期がやっぱ話聞いてると、一番なんか、なんていうんですか、向いてる感じかな。ああ、確かに。意外とね。意外と、そう、後期は向いてんだろうなって思いました。